こんにちは、シュウです。今回はワールド 7-1 からやっていこうかなと思います。いや、水のステージだねあんまりやりたくない。おお、すげえ、ゴールじゃん。おお、すげえ、ラッキーステージ。これなんだ、土管入ったら、いや、出た、偽物。これちょっとやだね、この偽物。いや、そうだよね、そんなうまくいかないよね。うわ、くそ、目にはもうすぐあんだけどね。目には見えるけど見えないもの、まるで友情みたいなね確かね、これ遊戯王のネタであった気がする。目には見えるけど見えないもので友情みたいな。ちょ、なんか私の考えっぽく言おうかなと思ったけど、お、これどっちが正解なんだ。多分右が正解なのかな。いや、私今日なんと衝撃の事実を持ってきました。なんだあれだね、動画は最後まで見てねってやつだね。ん、なんだこれ、あれか。いや、ただね、 YouTube のコメント何分って書かれてると思うんだよ。なんでそれ見てすぐ動画終わって大丈夫ですいや別に衝撃の、お、すげえ、正体いる。うわ、これどっちだろう。上にも行けるし、いや、なんか右なんじゃね。私の長年の経験で右行きます。いや、そう、衝撃の事実ってわけじゃないかもしれない。なんか自分で勝手にハードル上げたけど、いや、これ絶対なんかあるでしょ。ここなんもないわけない気がすんな。とりあえず全部のブロック叩いてみようか。これでラスト。あれ、なんもない。嘘でしょ。え、なんもないことなんてあるかな、ここで。とりあえず戻ろうか。コインだけかな。なんか最低、最低でも、うわ、ちょ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 、最低でも1機アップはあるんじゃないかなと思ったけど、まあ行こうか。この上行きます。多分こっちが正規ルートかな。こっちが正規ルート。私ね、お、これ上行ける。さっきあれ見てたんだよ、 VS 嵐。 VS 嵐見てて、あの本田翼さん、なんか久しぶりに私テレビ見て、テレビで本田翼さん久しぶりにいて、わ、かわいい、おお、ちょちょちょ、わ、かわいいと思って、わ、これこっち行けるかな、下行けそう。いや、すごいね、本田翼さんが、いや、あるね、 YouTube やってるってなんかすごい事実じゃない。おー、すげえ、これ奥行きがあれか。本田翼さんのせい、これ毎回言うんだけど、ゲームがわかんねえんだ。デッドバイデイライトだっけ、あれってなんだっけ、人撃つゲームなのかなちょっと怖くね。うわ、これどうやって行くんだ、これどうやって壊す。これタヌキマリオじゃないといけないんじゃない。転がれる、あー、転がれないよね。わかんねえ。とりあえずこっち行くよ。お、すげえ、今なんか気流の流れで、私中間取ってなかったけどいいのかななんか普通にゴール説が濃厚なんだけど、あれ、中間ってあれ奥側じゃないのかな。とりあえず進むよ。で、左行きます。いやー、ケツケツプリティなケツに、これ取ります。いや、2個目か、そうだよね。1個目どこだろう。さっきの箱かな。ただあれ、水中だと転がれないんだよね。こう、ヒップドロップしかできないんだよ。なんで、タヌキマリを持ってきていくみたいな、そういうことしかできないのかな。とりあえず、なんかもうゴールっぽいんだよね。お、これ出てこない。うわ、来た、うわ、怖い、いやー、逃げろ。よし、これどこ行くの、私。あ、上か、上か。なるほどね。多分あの箱の中が、あれなんだと思う。オッケー、キノコ。1個目のコインなんだと思うんだけど、さっきの土管怪しくない、最初の。これ多分倒せるな、踏んですごくない逆にすごくない。コーシーの、いけ、いやー、ちょっと土管ね、これ倒せんだっけ。さっき倒せなかったよね。いくよ、待ってね。ふ、うますぎる。勢いでいきます。はいはいはい、で、こう、あ、あー、びっくりした。おお、来た、フェス。これなんかコメントでね、なんでこれ汚いのって呼んでるんですかって、なんか最近動画見始めましたみたいな、で、なんで汚いのって呼んでるんですかって言われたんだけど、私に聞かないでよ、知らないよそんなの。取り逃してるけど、とりあえずタヌキ状態でクリアしたらあそこ戻って、さっきの箱、多分あそこしかないと思うんだよね。うわ、すげえ、なんかマリオっぽくないね。なんかゼルダの伝説っぽいね。私ゼルダの伝説ネタすごい最近言ってんだけど、うわ、これヒップドロップできねえ。いやー、うますぎる。配置がうまい、配置が。うわ、これ楽しいな、ちょっと楽しいね。うわ、これ気になるな。うわ、むずい、いけ。オッケー、とりあえずワンワン逃がしの、あ、なんだこれだけかあ、待って、時間制限あんな。ちょ、待って、自分の声がうるさくて聞こえない。オッケー、取ります。いいね。いや、タヌキマリ欲しいな、本当に。あ、で、衝撃の事実もう言っていい正直全然貯めるようなことでもないんだけど、衝撃の事実、私、あの、いやー、 YouTube の男女比率ってやつ初めて見たんだよそれだけ。男女比率見た。どれぐらいだったと思う、男女比率。
これ後ろあるんじゃないかな。なんか私の長年の経験で後ろにある気がする。男女比率みたいんだよね。そしたらなんとちょうど、うわすげえ、ちょうど連動してんのか。9対1だった。男9女1。いやでもこれさ、やべ、うわうますぎ。なんか少ないように見えて結構多いんじゃないかなと思って、例えば10万再生だとしたらもう1万人は女の子ってことでしょ。なんか多分ゲーム実況、これ言い訳とか、あ、危ない、よし、ゲーム実況自体が多分男見る人が多いと思うんだよ。なんでそう考えると私多いんじゃねえかなっていういやね、比べれない。なんか他の人がどうか知らないからあんま、いやうますぎる。見た今のヒップドロップの時間差、あのバレーにおける一人時間差攻撃みたいな。いやバレーってさ、まだだよね、季節。私結構スポーツ見るからね。いけ、よし、うまい、いや今日うまい。そう、それ初めて見たんだよ私、男女比率。まあこれがねあ、こっちなんかありそう。コインか。まず、あ、ちょっと衝撃発表みたいな、それだけだね。でこれ多分もうゴール説だな。うわこれファイヤーか。タヌキマリオになるね。さっきのコース戻っていきたかったんだけど、行きます、一番上取ります、行きます。いくそ、スピンジャンプしようと思ってんだけど全然できない。スピンジャンプ、ここタヌキマリオもらえたっけ。ここは私行ったけど何もらえるんだっけ。なんかさ、このゲームってファイヤーマリオとタヌキマリオしかそういえばなくない。なんか、あ、出た、バーボン。チビマリオなくない。そう、プロピューベイブレードぐらいしかね、できないんだよ。いや、ファイヤーか。まあ、いらなくはないから取っとくけど。さあ、ブラックボックス。今日ここやって終わろうかな。いや、ちょっと楽しそうだね。この見た目から見れる感じすごいよね。なんか今までのマリオって、こういう見た目見れないじゃないですか。だからそれ好き。うわ、登ってく系ね。登ってく系ね。2回言っちゃった。いきます。だからメイク動画とかすごい女性比率多そうじゃない。私もメイク動画出そうかな。いや、やべ、いやー、うまい。これさ、間に合って、オッケーです。うわ、ワンワンじゃねえねえ、いるな。倒せ。いや、これ、落ちちゃう。うわ、これ、あれなんだ。いけないんだね。おっと。いいね、これ1個目取ります。これ、ヒップドロップすると確かね、高く飛べんだよ。それからタイミングよくやれば高く飛べるみたいな感じだった気がする。いやーこれファイヤー失ったのでかいな。だタネキマリオ欲しいな、めちゃめちゃ欲しい。でこれ上上げときのヒップドロ、お、残り今左に残った、今左におった気がすんな。こいつのファイヤーか、やばい、危ねえ。でここでは毎回スターだもんね。スタートリーのいきます。お、いいね、中間まで来た。多分ここはもう取り逃しない気がする。でドッキノコいるはず。お、聞こえるな、ドッキノコの音。お、すげえ喋ってるな。ただこれもう3つ目あったんだよね。あいつを探す意味があるかな。いないんだよね。いた、いた、いた。うわー、なんか腹立つなんかピクミンみたいだね。さあ来ました。これはもう登ってけばいいだけだもんね。だこれ難しいな、私結構これ苦手かもしれない。でここら辺に確かあったよね。あったあったあった、うっ、うまい。で行きます。そう、私あのタヌキマリオで戻ってこないといけないんだよね。あのさっきの逃したから。これどうなってんだ、距離感がいまいちつかめない。いやー、なるほど。多分ここ入ってもうゴールなんじゃないかな。いや私あれやりたいんだよ、多分ゴールだよね。スピンジャンプ練習していい？オッケー、スピンジャンプ覚えた、やっと思い出した。え、これはどうしよう。多分右側だね。右側を上げて、でこっちはちょっと上げて、これでいけると思う。いきます。いや、いいよ、私ギリギリに立ってあれやろ、回転。うまい！いや、練習の成果。よし、今日ここやってやろうか。なんか時計だ。なんか時計の絵ってあったよね、美術の教科書に。なんか時計が溶けてるみたいな。わかるかな？なんかそんな絵見たことある気がする。うわ！いや、マリオといえばなんか時計のイメージある。毎回時計のコース出るよね。いや、タヌキ欲しい！いや、出ねえか。タヌキ、うわ、結構距離あるな、これ。届く？ふっ！いや、届くね。いや、だからそう、本田翼さんとかがマリオやってほしいな。そう、そうだよね。なんか、デッドバイデイライト。あれ多分人を撃つんでしょ。だからこう死ね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 みたいなこと言ってんのかな。よし、いや、ここむずい。なんか動物の森ってかやってほしいもんね。いや、動物の森、おっと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 、いやでもこれむずいな。足場が来たタイミング、オッケー、ナイス。うわ、ここむずい。タヌキマリオマジ欲しい。はい、おっと、今タヌキマリオあったよね。みんな見えた？今タヌキマリオあった。どこにあったか分かります？ここ、この左にあった今。いや違う、お前か、お前なんか茶色いからタヌキマリオかと思った。うわー、恥ずかしい。ここカットだ。
いや、くそい。今私すごいよく気づいたなって自分で思ったのに。うわ、どっちだろう、こっち上、一番上で行こうか。うわ、若干迷路、あ、これ落ちるんだね。これでさっきとこ行くんだ。なんで多分こっちが正解だ。これスピンで倒せるかな。いや、やっちゃった、やっちゃった。私まだスピンになれないな。あれ、あ、なるほど。なんかこれはサスケであるよね、こういう。あ、こっちか。こっから上行って、やべ、ふっ、オッケー、ヒップドロップならワンパンだね。おお、優しい。なんかこれちっちゃいとね、キノコもらえたりするのかな。私初めてキノコもらえた。おお、あった、ふっ。さあ中間、いや、ここマジ難しい。落ちたら終わりっていうのが一番、そう、ゲームで一番ね、落ちるランキングでみんな何が高いか分かります？落下で落ちるのが一番高いらしい。すいません、嘘つきました。今適当に考えました。うわ、これタヌキもらえるんじゃない？来い！いやー、もらえないか。どっち行けばいいんだろう、私。おーっと。で、飛びます。多分もうすぐゴール。うわ、これ、タヌキもらえると激アツだ。これ、ヒップドロップしたらどうなんだ、吹っ飛んで。やべ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 、来い。うわ、来ないか。すげえ、タヌキ。なんか今日、一回もタヌキに巡り合えてない気がする。乗ります。で、今、右に左にもあったよね。いや、普通にこっちでいいかな。普通に奥側でいいかもしれない。はい。お、ゴールある。うわ、これ、回転ジャンプいるよね。いや、回転ジャンプ、ちょっと、道端で練習しないと私できないんだよな。いくよ。いや、普通にジャンプでいいか。そうだよね。この近い距離なら普通にジャンプでいい。よし、終わります。バイバイ。